ホワイトサイド軍はアメリカ合衆国イリノイ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は58,498人であり、2000年の66,653人から3.6%減少した。軍庁所在地はモリソン市であり、同軍で人口最大の都市はスターリング市である。 ホワイトサイド軍はその全体でスターリングショート試験を構成している。ホワイトサイド軍は1836年にジョーデビース軍とヘンリー軍の一部を合わせて設立された。軍名は米英戦争とブラックホーク戦争で戦ったイリノイ州の軍人サミュエルホワイトサイド将軍にちなんで名付けられた。元アメリカ合衆国大統領ロナルド・レーガンは 軍内のタンピコの町で生まれた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は696.53平方マイルであり、このうち陸地684.25平方マイル、水域は12.28平方マイルで、水域率は1.76%である。近年、軍庁所在地である、モリソン市の平均気温は1月の下市0度から7月の、 下市85度まで変化している。過去最低気温は1905年2月に記録された下去30度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された下去112度である。月間降水量は2月の1.51インチから8月の4.69インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ホワイトサイド軍は、下記22の軍区に分割されている。ありがとうございます。